I didn't think it'd be this hard to go and try to let you down. At first, for sure, we saw forever and the distance, but the path of least resistance is the one where I don't see you anymore. And yes, I'm sure. 娘がブリが大好きで、二人でも。どこかじゃ6階部分ほら、ありましたー。これかけるの余ってるんだよね。ママかけようかな。なんでベーってすんの？なんでベーってすんの？ベー、マイブームなんだよね。ベーってしないで。ベーってしないで。しゃくれちゃった。旦那さんのお財布探しの旅に。夏を意識です。ここも乗せてます。綺麗ですね。どこ？なんか前髪あると安心します。安心します。ないより安心する。ないより最近特に。ニュアンスが。風が満タンで帰ってもう一回行きたいと思います。すごい青がすごい綺麗に出てたりとかするんですけど、全部ちょっと違うんですね。そうですね、やっぱ一個一個手作りというか、うん、はい、なので、なんかタイプは青が濃い方が好きです。そうですね、多分青濃い方がかっこいいと思います、ね、あ、はい、これとかこれすごい素敵ですよね。かっこいい、これと本当だ、全然違います、ね、そうなんですよ。これもすごい柄がはっきりしてます。本当、うん、かわいい。これいいですね。私これ好きです。うん、かっこいい、ね、いいと思います。じゃあこれと、はい、これと、うん、もう好きなだけ見てくださいね。ありがとうございます。あ、これかな。はい、はい、お願いします。じゃあこれで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
購入した器を早速今日は豚汁にしたので使ってみました。でこちらの器もさっきのお店で購入して、これは、友達と作りに行って、やっぱりこのお皿大正解でした。かわいい。で昨日のちらし寿司の残りを今日は夫にも食べてもらいたいと思います。おはようございます。今まだ朝の4時半です。今日は撮影があってプラス娘のお弁当の日なので、いつもよりちょっと早く起きています。家には6時半頃に出るので娘はまだ寝てる間にお家を出ることになります。で朝起きたらまず私は酵素を飲んでます。気合が入る。を飲んで朝が始まるという感じです。いや、お弁当を作っていきたいと思います。お弁当を作ると言ってもほぼ作り置きで完成しちゃいます。昨日の夜作ったのは、娘がブリが大好きで、ブリの照り焼きを作って、あとは作り置きのやつを詰めるだけ。でも撮影があるのでむくむし食べるの我慢してたんですけど、もう朝だし食べようかな。美味しいのか。今日は朝と1本目終わったらもう2本目もあるので、当分で乗り切りたいと思います。皆さん、今娘は1歳5ヶ月になったんですけど、同じぐらいの月齢のお子さんを持つお母さんが見ていたら、ハマっている食べ物とか、この料理おすすめだよっていうのがあればぜひ教えていただきたいです。やっぱ娘が大好きなものとか食いつきがいいものを作ってあげがちで、レパートリーがなってきちゃって、なので教えてほしいです。動画できました。こんな感じです。ブリの照り焼きにそぼろ丼にツナと人参のしりしりにほうれん草と娘の好きなレンコンを詰め込みました。それでは私は切っていきたいと思います。
Thank you.